iMAX のロゴ、iMAX は、カナダの iMAX 社が開発した動画フィルムの企画、およびその映写システムである。通常の映画で使用されるフィルムよりも、大きなサイズの映像を記録、上映できる。iMAX フォーマットで撮影され上映される作品も、あるが、通常の映画作品をアップコンバートし、iMAX 用の映画館で上映することもある。この方式を、 iMAX DMR と呼ぶが、画面サイズの重要比は従来通りの場合もある。iMAX シアターは常設館のほか、イベントなどの特設会場で採用されることもある。iMAX システムは、カナダ人のグレーム、ファーガソン、ローマン・クロイター、ロバート・カー、ウィリアムショーによって開発された。1967年、モントリオール版国博覧会でクーロイターも、 ファーガソンもマルチスクリーン投影システムを使用したが、技術的に課題があったため、共同でマルチスクリーン社という会社を創業。結果として、右与曲折の後賞の開発したシングルスクリーンシステムに落ち着くことになった。その後大画面投影方式を導入するに至り、社名も IMAX 社と変更した。1970年、 大阪で開催された日本万国博覧会において、富士グループパビリオンにて、世界初の IMAX 方式による作品、虎の子が上映された。世界最初の常設館が1971年、カナダトロントのオンタリオプレイスに設置された。1985年、世界初の IMAX3D 作品、ザ・ユニバースが、筑波研究学園都市で開催された筑波科学。 万博エキスポ85の富士通パビリオンで上映された。1991年にはこれまでドキュメンタリー、教育映画のみであった IMAX 作品に加え、ローリングストーンズのライブ、ライブア at the Max を上映。その後も、 娯楽作品を制作し続け、アカデミー短編アニメ賞を受賞した1999年の作品、老人と海が IMAX 方式で公開された初のアニメーション映画となった。IMAX フィルムと他の企画との比較 IMAX カメラ、IMAX は 70mm フィルムを水平方向に送ることで、1コマに使うフィルムの面積を通常の映画より広くし、 構成サイドの映像が得られるようにしたシステムである。フィルムの7 0ト、mm、ル幅を映像の垂直方向に使い、水平方向には15%パーフォレーション分のフィルムを使う。iMAX シアターは通常の映画館より大きく正方形に近いスクリーンを持ち、広い視野角により映画の中にいるような感覚を強めるために座席が急勾配に傾斜している。 世界最大の iMAX シアターは縦29.42メートル横35.73メートルのスクリーンを持つオーストラリアのロージェ・マックスシアターシドニーである。また通常の映画を iMAX フィルムに変換する iMAXDMR が2002年から行われるようになり近年上映されていた新作や旧作映画を iMAX ス,スクリーンで上映することも行われている。 高価な 70mm フィルムを大量に使用し、カメラのレンタル量も高額なので制作費が多く、かかってしまう。また、撮影素子が非常に大きいため、フォーカスの合う範囲が非常に狭く、セッティング、撮影に時間がかかってしまう。iMAX デジタルメディアリマスターリングの略で、iMAX フィルム以外で撮影された映画を、iMAX フォーマットにリマスターする技術である。iMAX デジタルシアター iMAX デジタルは従来の 70mm15p フィルムに代わり2台の DLP ジネマプロジェクターを用いるデジタル上映方式である2008年に発表され日本では2009年から iMAX デジタルシアターが登場している AA 社機にはテキサスインスツルメンツ社の 2KDLP プロジェクターが採用されている 3D 上映時には2台のプロジェクターを使用するため、他の 3D システムより明るいのが特徴である。音響は、独立した5つつの音声チャンネルを持つ、専用スピーカーや高度なチューニングシステムによって、精密なサウンド調整をしている。日本では、109シネマズ、ユナイテッドシネマ、シネマサンシャイン、ヒューマックスシネマ、東方シネマズ、フューレック、ティ、ジョイ。 イオンシネマが導入している、IMAX シアターのスクリーンで上映するために新たに開発された。映写機に 4K レーザー投影システムを使用し、IMAX デジタルで 2K の画質だったものがより鮮やかで明るく、コントラストが深い超高解像度の映像となった。音響は 12CH サウンドシステムとし、サイドスピーカーとオーバーヘッドスピーカーを新たに設定。 臨場感あふれるサウンドを体感できるようになった。iMAX 最大級のスクリーンサイズに合わせ、新開発されたシステム。日本では東京と大阪の映画館でのみ導入され、スクリーンの高さが約18メートル横幅約26メートルとなっており、日本では最大級である。A 社機は 4K ツインレーザープロジェクターを使用し、 アスペクト比がフィルム式と同じフルサイズとなる1.43、1を実現。iMAX では最高画質を誇る。音響設備は最大規模の iMAX シアター用に設計された分散型12チャンネルオーディオシステムを使用。従来の iMAX サウンドシステムをさらにアップグレードした。北米を中心に世界に450巻以上の iMAX シアターがある。日本でも当初は 博覧会にて IMAX のパビリオンが建てられていた。また、博物館や科学館では専用の映画が上映されていた。1996年に新宿に風切り映画上映用の IMAX シアターが誕生した。2002年頃からは IMAX シアターで風切り映画の IMAX 版が上映されるようになった。2009年には日本でも IMAX。 デジタルシアターが開設され、風切り映画の IMAX デジタル版が上映されるようになった。109シネマズ、川崎 US シネマ千原第4シネマ大高、グランドシネマサンシャイン既存の一般スクリーンを IMAX デジタルシアターに改修した劇場。2019年2020年2021年、ザバース・オブ・ IMAX、IEEE、e。 さ、あ、二千十八年十二月二十九日閲覧。IMAX エスクロノロジー・オブ・テコナロジェクルイベント、IEEE カナダインスティチュート・オブ・エレクトリカル・アンド・エレクトロニクスエンジニアーズ、二千十年二月二十三日閲覧。コーポレート IMAX ドットコム、二千十年七月三日閲覧。A We Are l b o r n of Stars Hat 独占インタビュー IMAX はなぜすごい ?IMAX 社グローバルセールス最高責任者がその真髄を明かす。ファンズボイスファンズボイス。2019年11月2日閲覧。池袋に東日本初の IMAX with l a ー e r t h e a 2019年度開業。AV ウォッチ2017年7月23日閲覧。 東方シネマズ新宿、IMAX レーザーの導入決定。AB、品川に復活する IMAX シアターは、全国の大画面マニアたちの聖地となるだろう。シネマズ、2017年1月23日閲覧。AB、IMAX レーザーが川崎と名古屋の109シネマズに11月23日導入。4K 大画面プラス 12CH 音響。 2018年10月21日閲覧。ボリューム68、イオンも導入へ、アイマックスの第2章。文化通信。2017年1月23日閲覧。ABC、オムニマックスシアターなど、意欲的に3機種長島が今夏導入オープンマイナスゲームマシン219号、メルシャン品川アイマックスシアター。港町キネマ通り。 2014年4月15日閲覧。スパイダーマン、スパイダーバースアイマックス先行上映が決定。3月、1から3日の3日間のみ、全国31劇場にて、ザリバー、https、ズラバー .jp、s m シーベルトアイマックススクリーニング、2020年4月5日、閲覧。t-34 でジェンドオブボー26分追加の、 ダイナミック完全版 IMAX で1週間、限定上映へ登場人物の、その後描くエピローグも。ザリバー、https コロンスラッシュスラッシュ therivr.jp、er. e スラッシュ t34-imax スラッシュ2020年4月5日閲覧。カニエウエストの IMAX 映画が、限定上映。グランドシネマサンシャイン池袋で、 avwatch,https://av.watch.impress.co.jp/.docs/.news/.1221547 など、html2020 ht 年4月5日閲覧カニエウエストのドキュメンタリー、ジーザスイズキング延長公開決定。映画 .com https コロンスラッシュスラッシュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ20191207スラッシュ5スラッシュ2020年4月5日閲覧。押しい守る最新作、イノセンスが、アイマックスで上映。映画 .com 菅原正幸。捜査線4000本級超高精細映像システム。電子情報通信学会。P8、2004年12月27日時点の。 オリジナルよりアーカイブ。2010年9月15日閲覧。ありがとうございます。